どうやら容疑者を見つけたような。車内を調べるために彼を車から降ろそう。え、何、人を見た目で判断してるってこと？どういうこと？ごめんだけど、なんか引きずり下ろせって。ちょっと降りれる？ここ、あ、ヘビマーク、こんなありました。こんなところに密輸品がある。タイヤ、ヘッドライナー、フェンダー、燃料タンク、バンパー、エアフォ、すごいいろんなところにあんだ。密輸は絶対に許さないよ、ベコーラ。おい、お前、悪いことしなそうな顔しそいで、こいつ。ここにあんだろ。まあ、ここに。うるさい。ここにあるの知ってんの。あらららららら、なんだこの粉の量は。これは言い逃れできねえな。君は逮捕される。おい、連行しろこいつを。かわいい帽子かぶってるぜ。おい、あ、なるほどね、これで輸送とかもできるんだ。せいぜいここでは守ってるよ。3人までだ、ここ。まだな、悪いことしたらいけねえんだ。毎日パンくらいは食わしてやるよ。そこの窓からお外を見とけ、お前は。不穏な BGM？ 何？こんにちは。じゃあまず、書類見せていただけますか？1952年。今が1981年だかな。31歳、大丈夫。31歳。名前は？あれれ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 。パスポートは？あれれ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 。君ちょっと危ないね。あら、ちょっと待って、いきなりナイフで脅すやついないよ、ペコちゃん。な、ナイフしまえ、ナイフしまえ。ちょちょちょ、当てちゃダメ、当てちゃダメ。ナイフじゃなくて。ちょっと君、あの書類がね、あれだね、よくないね。おい、どこに行こうとしたら危ないと思ったんだろう。中見させてもらう。シートベルトに気をつけて。パスポート偽造してるから、はい、君返すよ、シーサバ。まあ大丈夫でしょう、君。だが不十分だ。ちょっと、うん、なんか言ったかお前、うん、なんか言ったかお前、戻れ。ペコーラにナイフ出させんなよ。この切れたナイフがお前の車傷つけるぞ。はい、ゲロウェイ。はい、ネックレスどうぞ。え、待って、これさ、この BGM の時ってさ、ダメな時じゃないの多分。ちょっと、あの、書類見せてもらっていい？君、ペコちゃんの好きな髪型だから、ちょっと通してあげたい気持ちもあるんだけど、44年だかな。37歳ってことか、今。ってことは、セーフ、9月だから、誕生日まだ来てないんだ。誕生日来てないかな。36歳、こいつ。君、なんか、今回何で行くんだっけ？用途は何だい、君の。何も書かれていないけれども、でも隠し場所なくね。タイヤも大丈夫そうペコだな。うわ、でもこいつ36歳なら絶対こいつなんだ。ぶっ壊すかも。もう、こいつと決め打ちしちゃって、もうこいつじゃなかったらもう謝るから。謝るでさ、車ボコボコにされんのたまったもんじゃないだろうけど。36歳なのが悪い。36歳なのが悪い。あんだろ、おい。出せよ。出せよ。おい、どこだよ。出せよ。ちょっとこれよくないから。あー、ごめんね、そんな、なんかそんな弱々しく言われるとなんか申し訳ない。 あった！
これ390ドル、390ドル、今日の日給より高いじゃねえかよ。でもダメなの、ペコーラは指導者だから。これ一人に暴力触れるの、ちょっと待って。金はもう一度出せよ。金もう一度どんぐらいの金額か出せよ。おい。ん？なんで急に金しまったんや、こいつ。オナヤニエタポッ。ダメだ。金を出さないのならもうダメだ。さっきの金で誘惑しようとした分だ。いいな、ここで仲良くしとけ。犯罪者が許されない。なかなかいいじゃん。キャー、恥ずかしちゃった、やめてよ。これ誰だよ、ベコーラのやつ勝手にやったの。今日も一日お疲れ様っと。起きろ。おやめてほしいなら、しっかり動けよ。逃げようとすんなよ。逃げようとすんなよ。まずお前からだ。消えた。お前もだ。静かにしてろよ。喋るなよ、一言でも。すぐに運んでやっから、ペコちゃんが。あ、車そっちなんだ。じゃあ楽しいドライブ始めっか。おー、え、待って、これどっちだろう。やばい、ちょっとごめんね、ちょっと待って、チーズが、いや、どけよ、やばい、どけ、こっちかな、やばい、地図見たんだけど下がこっちで合ってるかわからない。あれ、これどっちだ、こっちかな。あ、あそこになんかびっくりマークある、あそこだ、きっとそう。あら、もうちょっとで目的地だぞー。あぶね、あ、ほんとあぶねえわ、運転荒いやつ多いな。サザンでいい、サザンで。あ、車乗り捨てられてる。あら、労働キャンプへ。ここで働いてもらうからな、しっかりと。はい、こんにちは。よし、一回戻りの、危ないよ、危ないよ、速度守れよ。あ、どうしよう、車が、ペコーラのマイカーが。もう一回のドライブでぐしゃぐしゃだよ。お金がこれじゃ何個あっても足りねえ、ペコだよ。何買えるんだろう、道具って。えっ、やばい、もうどうしよう、どうしよう。毎日入国審査の仕事しかできないよ、ベコーラ。運転させないでよ、ベコーラに。免許証持ってないんだからさ。仕方ないんだ、だって。免許証を偽造してるんだ、ベコーラは。よし、なんとか生きたわ。ふぅ、こんにちは。免許ないとここの仕事つけないって言われたから嘘。AK がいい、 AK がいい、あ、ショットガンでもありだな。アックス2個もいらねえから売りたいけども、それはできないのかな。え、もうちょっとお金貯めて、お金が貯まったら買いに来るか、ここに。押収品どうしたの。お願いしたい、裏メニューを。バジバシド、あ、できないか。あ、できない、あ、できないよ、みんな、できないよ。
次どこ？一回ちょっと我慢するか、これは。こうか。大丈夫、重たいの持って。え？嘘でしょ？ねえ、お前が悪いよ！隠そう。隠せ。みんな隠せ。隠せ。よし、勝手になんか自然消滅してくれたわ。ならいいけどさ、このまま出て右だね。今のは10ゼロで車が悪いよ。嘘。今の明らかにペコーラが悪かった。そんなことはないやろ。うわー、もうせっかくペコーラお金貯めようとか思ってさ、500ドル消されたんだが、金で隠蔽できたわ。でも結局人殺ししちゃった。殺人入ってる、殺人。あれ、そういや逮捕者いたよな。飯食えてるか。何これ、どうぞって。んこれ何だろう。やばいやばいやばい、ご飯あげたんだと勝手に思ってた。やばいやばい、どうしよう。違うな、パンとかあげたんかなと思って。うわ、終わった。マイナスになっちゃった。もうペコーラのさ、善良な心がさ、こうなっちゃうのよ。有効期限違う、名前も違う、 ID も違うじゃん。ここは一挙ペコーラここで取り締まっちゃって。放射性物質ありましたよ。え、んな、あ、ほんとだ。でもこれいいんじゃないの、貨物リストにさ載ってるってことはさ、開けたらやばいだろ、余計に。出ろ。すまん、お前みたいなやつをカムにするのがペコラなんや。うらっ、捕まえろ。一人逃しちまったからお前を労働キャン。必要なんだよ、見せてもらうよ。あん、何やってるの、何やってる、パトカーで追いだって。おいおいおい、ちょ、こら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 、こんなこともあるの、おもろ。いましたいました、待てよ。おい、お前のこと逃がさねえから、止まりなさい、止まりなさい。あなたはもう包囲されている。止まれ。おい。
ばい。着信。飛びました、ウサラベコーラ。こいつを飛びました。ほんとす、ダークグリーン、ダークグリーン。え、これ黒か、あれどっちだ、これダークグリーンか。ちょっと本気で、ほんとにやめてください。ベコーラ生活がかかってるんです。それにしても肥料足りない。洗剤 OK、 トイレ OK、 洗濯機ある。肥料足りなくね。ここに生えてるとこないでしょ。あれあれ、ああ、バルスナロボットだ。あれれれれれれ、あれあれれれれれれれ、記入漏れがありますけど、入国規定もかな。ナナコネネアラール、ミスタリーのバリアアラーチメノジェンボイトエナーロースネーキー、またよ。これ大丈夫だよね、これまだ大丈夫だよね。司令官、我々は警告したはずだ。資金がまたゼロ以下になった君はクビだって。これ大丈夫だよね。働くほど借金増えてる。なんでだよ、おかしいやん。どういうことなのこれ。なんで働いたら借金が増えるの、このゲーム。おかしくない？おかしいで、ベコーラなんも悪いことしてないしさ、正義のために頑張ってんのにさ。